自備咽喉科学自備咽喉科学とは、主に耳、鼻腔、副鼻腔、口腔、咽頭、喉頭、甲状腺等を診療、研究する医学の一部にや、以下の分野に細分化されており、以下の総称として用いられる。以前は、機関、食道等も多く取り扱っていたこともあり、旧来の自備咽喉科を標榜する、医員等では、気管食道科と標榜していることもある。最近では、 頭径部の悪性疾患等を中心に診療する医療機関では、頭径部外科等と評判することも多い。耳は外耳、中耳、内耳に分類され、外耳は耳界より鼓膜まで、中耳は鼓膜より内側の関空、内耳は側頭骨内の下牛と三半器官を指す。耳科学とはそのすべてに対しての学問であり、その機能である聴力、平行機能や、 耳に発生する疾病になどについて研究が進められている。また三半期間と磁石は平行角に関与する抹消器官である。それらは聴覚の受容器である下牛とともに内耳を形成する。三半期間は頭部を回転した場合に生じる回転加速度を受容し、磁石器は頭部の傾きや乗り物やエレベーターに乗った場合に生じる直線、加速度を受容する。 解剖学的に高校下科学と連携する分野でもある。口頭は、甲状軟骨により囲まれた部分の存在する臓器で、日常生活において、極めて重要な役割を担う演化機能や発生に、深く関与する臓器である。口頭科学は、その日常生活の質を左右する口頭の疾患と、機能についての学問である。統計部外科とは、鎖骨より頭速で、 脳と眼球を除く部位の外科処置を取り扱う診療科であり、その学術面を統計部外科学と称する。頭蓋底、額顔面、口腔咽頭、頸部、耳や鼻などの外傷や腫瘍などが診療範囲に入り、大部分は自備院校科の医師が専任しているが、外科、形成外科や脳神経外科の医師、歯科高校外科の歯科医師などが協力し合い疾患を取り扱う場合も多く、 医師、歯科医師連携でのチーム医療が行われている。自備陰講科が担当する範囲は、増大器とその機能が多くあるために細分化され、それに伴い多くの学会が立ち上げられ、研究が行われている。下記に示すのは、自備陰講科が関わる研究分野の一部である。ありがとうございます。